これより第8試合ディープフェザー級5分2ラウンドを行います。青コーナーアムレイズ八王子、細谷チーコー。赤コーナーワンチュース慶州海郷津、ヘシヌマジューシーサヤカー。レフリー柴田明。ディープジュエルス女子の戦い、フェザー級 65.8 キロリミットです。まあこれ頭一つ分差あります。身長大きいのが左側の細谷チーコ、アブレイズ八王子ジム初のプロファイター。この回貴重な戦力です。それに対してプロ初戦はポチャン Z 戦でした。2ラウンドパウンドアウトを決めたのがひぬまジューシーさやか。和術系周回ゴッズ右オーバーハンドのパンチ、お互い、いや伊沢選手この勢いがいいですね。そうですね、お互いバチバチ前に出ながら戦ってます、ね、でも細谷、はい、あるので、うん、細谷選手の方が、そこで打撃当たりやすいですね、はい。まあ、蹴りも忘れませんでしたね、はい。ですがそこに菱沼の方がバックブローを組みついてからの離れ際、前蹴りも放ってまいります。まあ、振り回すようなパンチ、菱沼の大きな武器です。伊沢選手でもこれプレッシャーかけているのは細谷の方。そうですね、リーチ生かして長い距離で当てていけてますね、はい。ロングレンジ片足タックル頑張って切る、しっかり切りますね、そうですね。そしてコロ選手も自分のものにしてきますね細谷。そうですね、しっかりテイクダウンしてバックついていきたいですね。女子の 65.8 キロリミットですから、まあ伊沢選手これからどんどん選手増えてくればなっていう階級なんですよね。そうですね、ベルトもできたのでどんどん階級に人が増えれば盛り上がってくるかなっていうところですね、はい。そうですね、東選手ですね、そうですね強いあのキングレイナ戦ありましたけれども、はい、本当にそうやっても上位が進歩しているなっていうのが分かった戦いありましたもんね。そうですね、ですからこうして突き上げていかなければいけない立場の2人、はい。ここ膝合戦、まあ、前回のポチャン Z 戦では、まあ、飛び膝を狙うなんていうふうに菱沼語ってもいましたが、ここは左パンチに蹴りも細谷。この選手細谷の打撃どう映りますかこの段階。いやいいですね、いい細谷選手の打撃の距離感でコツコツ当てて試合できていると思います。菱沼の方がこう下がって動いているんですけれども距離感変わらないということなんでしょうかね。組んでいきますが、身長差があるので菱沼選手はもう一個入って打ちたいなというところですね。そうですか、はい。まあ、今は右差して細谷が防御の体勢、両腕2本差した体勢から右は巻き替えようとします。菱沼の方は必死にこうやって食いついてくる。今は左を差した状態です。伊沢選手これ菱沼倒したいですか。そうですね、でも身長差もあってそんなにバランス崩せてないですね、はい。こういう時菱沼から見たらどうしたらいいでしょうね。そうですね、上しっかり対処されちゃってるので、はい、一回下に下がって、足にアプローチしていった方がいいですね。ああなかなかそうですね、こう下半身、円くらいつくことができません。そうですね、一回下がった方がいいですね、四つだともう対処されちゃっている、はい。まあ、今左手で殴れっていう細谷サイドのアドバイスもよく聞いています。まあ、回してこう拳届きますもんね、しっかりと、ね。残り1分半、ここでブレイクです。両者中央、まあ、お互いマウスピースが見えています。左フックから菱沼、ローキックを合わせる細谷、さらにインロー外からも放つ長いこの距離、この選手これ菱沼には厄介ですね、厄介ですねこの身長差は、まあでもこれは何とかしなければいけない。オーバーハンドの右もあります。細谷選手も左ミドルうまいですね。左ミドル、はい、はい。ここは右のローキック、まあ、本当に落ち着いた表情、ポーカーフェイス、これ顔つき変わりません細谷です。左ミドル今話しました、連打
続けて放つ。さらに右のストレートはほぼ打ち下ろし。パンチから接近してくる菱沼、でも組みつくことはできない。クリーンヒットもまだない。左インロー追いかける細谷。この選手ペース変わりませんね、はい、これはそうですね。菱沼選手は一個組み込んでパンチ当てて組んでいきたいです ね、はい、ねうん今打っては単発、左ミドルには右、細谷のパンチ合わされてしまう菱沼。左ジャブから膝、いや今バシッという音新宿フェイスに鳴り響いています。時間がない。少しでも一発でも攻撃をという菱沼ジューシーさやかなんですが、ここで第1ラウンド終了です。あさてさて伊沢聖華選手にお話伺いましょう。ラウンドとしては長い距離の打撃で細谷、はい、いかがでしたか。細谷選手の、パンチと蹴り の、 その内訳がすごいあるので、はい、菱沼選手パンチで入っていこうとしてもそこに蹴り合わされて入れなくてっていうような展開が続いているので、ねはい、細谷選手はそのまま自分の距離作りながら打撃で決めに行って、うん、菱沼選手は逆にもう一歩入って組みに行きたいですね。なかなかその一歩ができないんですね。そうですね、うん、やっぱそれを細谷選手が蹴りで入れないようにしてるっていうのはありますね、この場合でその一歩行けっていう時はどんなアドバイスしますか。そうですね、その蹴り終わりとかにもう一歩入っていったりするといいと思います。はい、となると細谷のこの足ですね、まあ、パンチもそうですがよく見ていないと。ワンツー、白いトランクス、細谷長身のファイターです。そのアブレイズ八王子は佐久間不良先輩ヒロト代表のジムですね。この選手、はい、このラウンドぜひ見通しをください。菱沼、まあ、選手はこのままでいいと思います。細谷、はい、選手はそのままです。菱沼、はい、選手はやっぱりもっと、まあ、距離感が遠いんで、はい、もう一個ストローブローになってしまいました。中に入って、まあ、打撃でいくなら中に入って打っていきたいですし、はいはい、組むにしてももう一個入らないと、はい、倒せないので、とにかく中途半端で後悔するような内容には、ねしたくないですよね、はい、まあ、今これ回復までの時間が与えられています。セコンドからは、まあ、大振りのオーバーハンドだけ気をつけろということですから、これはまあ細谷サイドでしょうかね。そうですね、まあ、細谷選手の足もだいぶこう一部赤く色が変わってはいますが、うん、まあ、足元確かめるようにしています。再開です。残り4分21秒。ワンツーのパンチ、まず全身を止める細谷の拳です。でまたコロ選手こうやって細谷から出てますもんね、はい、そうですね、作りに行ってますね、はい、まあ、この堅実すでに見せ続ける。さあタックルだ、一歩踏み込んでいったんですが、これも脇を刺していく、脇を上げさせながら、あ、伊沢選手これ次ならアプローチとなると面白かったですね今。そうですね、でもここはなんとか耐えての菱沼、これ菱沼が大事にしたい、倒しに行きたいですね、お互いの呼吸もだいぶ荒くなってきました。残り3分半です。まあ、あのポチャン Z 戦で見せた遠い距離からのオーバーハンドパンチ、破壊力満点というところ、今日は菱沼封じ込められています。投げを見せることができるか。グラウンドでの技、それからパウンドというのもしっかり菱沼は持ち合わせています。いやでもコロ選手、もう細谷は絶対テイクダウンさせねえぞっていう上手さありますね。そうですね、うまくロープギアで、はいはい、バランスを取りながら、はい、ねえ、まあ、足も腰もこれ相当強そうですよね、はい、大丈夫、させる、させる、
真下から小さい選手が攻める。うわー、膝連打。まあ、下からの攻め、利点というのもコロ選手あるとは思うんですけれども、はい、菱沼そうですね、なかなかそれを見せることができません。回すように落とす膝、菱沼。あー、でも今度はお、のしかかってくるか、細谷投げれた、踏み投げ、これでテイクダウン、サイドポジション取りました。この選手、菱沼の時間、はい、来たんじゃないですか。そうですね、ここはチャンスなんで絶対立たせたくないですね。立たせたくないですが、バックコントロール、サイドバックからマウントポジション、バックマウントを伺う、足をクロスさせて細谷チーコ、ディアネイキドチョークの体勢に移ってくるか。いやー、伊沢選手、菱沼かなと見えたんですがね。そうですね、ちょっとポジショニングが雑だったので、もう一度作り直されちゃったっていう感じですね。まあ、足は今ほぼ4の字に組まれています。もうここは伊沢選手、まあ、力使っていいですか。そうですね、決めに行って、時間もあと1分なので、バックでパウンド打ちながら決め狙っていくっていう感じでいいと思いますね。歯を食いしばっての細谷チーコ、後方を取っています。菱沼また苦しくなった。いや、寝技で光を見出そうという戦略ではあったんですが、ひっくり返されての菱沼、残りが1分となっています。まあ、この選手、これ殴りながらでいいですか、細谷は。そうですね、殴りながらこう首が痛いたところに、はいはい、取りに行く形でいいと思います。まあ、狙えるという声、セコンドからも飛んでいます。なかなか伊沢選手、こうなると整体すること難しいですね。そうです、でも少しずつ足外れてきてるので、はいはい、向けなくはないです、ね、前を向けるか、ここで上取り行けば、いやー、しかしバックマウント、また細谷。そうですね、先にポジションギリギリのところで細谷選手が動くっていう展開が続いてますね、はい、確かに先手先手グラウンドで、あー、でもここから潰していきたい。菱沼殴れるか、腕を取っていくか、細谷のこの形、ここで試合終了です。第2ラウンド中盤以降はグラウンド戦。さあ、コロ選手に伺いましょう、はい、まあ、動きありました。そうですね、島田選手、まあ、テイクダウンできたんですけど、逆にポジションを取られてしまって、はい、まあ、そこから、まあまあ、細谷選手が、はい、バックについて、はい、作った試合だと思いますね、まあ、あそこ菱沼丁寧に行かなければいけなかったんですね。そうですね、もったいなかったですね、はい、悔しいでしょうね、うん。さあ、両者中央判定の発表です。ジャッジ内田20対18、青細谷。ジャッジ福田20対18、青細谷。ジャッジ上松20対18、青細谷。よってこの試合3対0をもちまして、勝者青コーナー細谷チーコ、3者20対18、細谷チーコ判定勝利です。ここまでアマチュアで昨年2戦して2勝してきたわけなんですけれども、細谷チーコがこうしてプロ第一戦飾っています。菱沼は1勝1敗となりました。さあ、フェザー級 65.8 キロリミットでの戦い、伊沢選手、改めて感想ください。そうですね、細谷選手リーチ生かして蹴りとパンチしっかり当ててたのが良かったですね、はい、で、菱沼選手はちょっと寝技倒し、テイクダウン取った後の寝技で自分よりも細谷選手が動くっていうような展開が生まれちゃってたので、はい、そこで先に動ければもう少し良かったかなって思います。自分よりずっと大きい人にスタンドでもグラウンドでも先に動かれると嫌ですね。そうですね、なかなか厳しい、身長も低いので、はい、より動かないといけないのできついんですけど、頑張ってほしいです、ね、そうですね、まあ、期待のかかるディープジュエルスフェザー級です。そこで勝利を収めました細谷チーコ、まあ、この
体格というのは今後も大きな武器になりそうです。